岡地町駅に隣接する吉池本店ビル株式会社吉池は東京都台東区上の3丁目の岡地町駅前に本店を構えるスーパーマーケットである。本店のほか、港区赤坂に一店舗を有する。1920年新潟県東首引郡深川村出身の高橋与兵が東京府芝区芝赤羽町に鮮魚小売り店を開業する。 1933年、東京府下役岡地町へ移転以降、鮮魚を中心に食料品、衣料品、酒、日用雑貨等を幅広く取り扱い事業を拡大する。1941年に株式会社吉池商店を設立し、1963年に株式会社吉池に社名変更する。吉池は高橋の実家の屋号に由来し、 高橋の出身地である新潟県産物を食品や種類コーナーで豊富に取り揃える。和食や寿司など外食事業、旅館やビジネスホテルなどホテル事業のほか茶道稼働、着付け、料理など各種文化教室を本店八海小牧佐学院で模様している。かつて筑波大学学生宿舎内で売店等を運営した。2012年、 ビル建て替えのため2月末で店舗を一時閉店し、仮設店舗での営業を告知する。新しいビルは、三井不動産の開発マネジメントにより、同年10月に工事に着手した。外部テナントとして、ユニクロ、GU、湯沢屋のほか、飲食店も入居する。オープンは、吉池の食料品売り場が2014年4月23日。 ユニクロ及び GU が4月25日にそれぞれオープンし4月26日にグランドをオープンした旧本店ビル近年では外国人観光客の姿も多く見られ賑わいを見せている CM はラジオのみで文化放送国丸ワイド午前様内で10時の文化放送ニュースを火曜日と木曜日に提供している2009年4月29日までは 平日13時台の番組内で月、水、金曜日の13時15分頃にスポット提供した。1984年、石帝との圧力により、鈴本演芸場から撤退した落語芸術協会が7階和室を用いて吉池土曜落語会を開催した。吉池経営陣の理解と支援から当初上打ち寄せの予定だったが、劇場営業許可を得ておらず、 東京消防庁の指導に従い、お座敷食堂のイベントという体裁で客に、湯茶や栄養ドリンクを供しながら、週1日のみ興行された。しがらみがない立場から、立川流話家の出演や、マスコミへの露出機会が少ない色物や明治から、大正初期生まれのベテランが裁判期に披露した熟練芸などに、間近で接することができた。舞台と客席の距離が近く、 マイクを通さぬ演者の息遣いが感じ取れるほどに貴重な寄せであった。しかし、宣伝不足から活況を呈さず、1996年5月に長屋商事所有の江戸上の広港時邸が開館したことで、芸ー協の定席を広港時邸で行うことに伴い終了した。下積み時代に都内のスーパーで勤務していたことがしばしば本人の口から語られるが、近年では、 吉池の名前を出し、テレビで当時の上司と共演するなど良好な関係を築いている。上司曰く、とにかく真面目でポップ作りもうまくて、お客さん目線で考えていたんです。今の仕事とも結びつくところもあると思うと、当時から人を喜ばせるアイデアを持ち、真面目でストイックな性格であったという。前述の経緯から、しばしば吉池土曜落語会の講座に上がっていた。 ありがとうございます。